コムキャスト NBC ユニバーサルユニバーサルパークスリゾーツユニバーサルスタジオシンガポールユニバーサルスタジオシンガポールはシンガポールト闘佐藤のリゾートワールドト闘佐内にある映画のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンに続いてアジアで第2の東南アジアでは初のユニバーサルスタジオテーマパークになる他のユニバーサルスタジオと比較すると小規模である平日 1>, 1日県週末、1日県ハリウッド、ニューヨーク、サイファイシティ、古代エジプト、ザロストワールド、遠い遠い国、マダガスカルの7つのエリアで構成されている。1970年代のハリウッドをテーマにしたエリア。他のユニバーサルスタジオテーマパークにあるものとイメージは同様であるが、面積は他よりも狭くなっている。アトラクションレストランショップ古代エジプトの像。 アトラクションレストランショップアトラクションジュラシックパーク、ラピット、アドベンチャーレストランショップアトラクションレストランショップ。当時存在した24のアトラクションのうち、実際に稼働していたのは16だったため、ソフトオープンとして扱われる。残り8つは、すべて1年以上遅れての稼働であった。RWS 公式 FAQ。ありがとうございます。